筆です。鉛筆じゃない、ボールペンです。かわいい、キラキラ。で、次にこちら。はい、はい、というわけで、2段目。はい、お願いします。じゃん。じゃん。わー！あ、ここは案外シンプルじゃない？そうなんです。ね。で、こちらがお財布。うん、なんか、私お財布ね。うん。前ね。うん。学校じゃなくてテレビで見たんです、うん、あんまがお財布をね取っといてるとね、うん、運が下がるってあーやってたかもね。でもね、見てください、聞いてください、聞いてください。さゆ、うん、ちゃんとお揃いです、うん、初めてリミとお揃いで買った、初めて買ったお財布です、うん、誕生日の時にもらったお財布です。捨てられないでしょ。はい、捨てなくてよろしい。ただ同じく誕生日でもらった時計をなくした、なんか、そうです。どこ行っちゃったんだろうね、ピンクラテの時計。時計なくして、未だにね、なんか保険証みたいな、保険証みたいなのが入ってます。保証だいぶ汚くなったので、ね、これめちゃくちゃ、まあ、それは使わないだろうね。これさえちゃって色違いかな。色違いです、ね、はい、あとこれがね、ピンクだったから飾れるから懐かしい、ここに飾ってます。次、はい、こちら。これなんか誰かと思ったら何の親子かと思った。何これ。まずこちらがフック。あ、そっちでした、さっきフックね。で、あと、うん、あ、これね、一応私は1年生の時に友達が書いてくれたの。6年生の友達。あ、1年生と6年生ってめちゃくちゃさ、仲良しじゃないですか。6年生書いてくれたんです。面倒見なきゃいけないかね、6年生がね。 うまくない？うまい、かわいい、かわいいね、書いてくれた。大人っぽいしほちゃんだね。そうです。見てこれ、お豆さん。お豆さん。かわいい。ずんだって書いてある。ずんだ。エロレロさんかな。そうだね。もらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あと、あ、これね。ポケモンセンターに行った時やったやつと、うん、六本木のね、うん、朝日テレビ。ああ。だってね。テレビ朝日、ね。テレビ朝日でか、間違った。ドラえもん、うんうん、有名じゃん。そうね。はい、というわけでね、皆さんここ気になってたでしょ。これ何でしょう、本題入ります。なんか家族、誰ですかこのファミリー。家族じゃないんですよ。こちらがね、うん、ホテル泊まった時のね、番号、うん、お部屋の番号とやつと、あと紙が入ってます。なんか紙、思い出の紙。そう、このチケットはファストパスチケットではありませんって書いてあるんです。あ、なんだっけ、それ忘れちゃった。あとこれ、ディズニーのパンフレット？ホテルのパンフレットが入ってる。ホテルのパンフレットが入ってるのか。どこの家族かと思ったよ、ママ。家族の名の下、そのママに。あれ、ママじゃないじゃん、と思って。ほら。なるほどね。これを思い出にとってあると。なるほど、うん。ガイドブックだって。ディズニーシーガイドブック？え？ほんとだ、ディズニーシー。あれ、行ったのディズニーシーだっけ？ランドだよ。ランドだよね。うん、で、まあいっか。まあいいや、とりあえずね。で、これがディズニー。あー、これもディズニーです。あ、これはって写真です。これね、ご飯食べに行った時に写真撮ってもらって。あ、じゃあそれママが写ってますね。ママ写ってるので NG ですね。あ、いける、ほら。え、あ、ほんとだ。ちょっと、あ、なんかライトが。あ、ライトが光ってる。あ、こんな感じでーす。あ、いって。ほら、見て、ガイドバッグ、まあ、ほら。本当だ。ほら、これ、これ、これ。ここ、ハッピーバースデーツユーって書いてある。ほんとだ、ほんとだ、言わせて。誕生日だから撮ってくれたのか。そうだよ、ほんと優しいね。ディズニー最高でしょ。最高です。また行きたいね。最高ね。で、ここが、うん、あ、懐かしい、これ。あ、USUH の時に、あー、行ったね。ほら、見てください。あー、懐かしくないですか。懐かしい、めっちゃ懐かしいよね。撮ったよね。2018年ハロウィンだよ。そうだね。あ、でも1年前1年前1年以上前。懐かしい。みんな若いね。若い。あどけない。しほ、なんか、バカ。しほちゃんも若い。みんな若い。はい。はい、次行きましょう。思い出の写真でした。で、ここには100均。あ、これまで買った。使ってんの？使ってないけど、友達が来た時になんか使おうかなと思って、そうなんだ、こう置いてます。はい。あと、これなんか謎の箱。うん、前使ってたやつでしょ。で、次にこっち。で、ちょっとずんだちゃんも置いとこうか。ずんだちゃん、危ない、危なかった。ずんだちゃん、ちゃんとしまっとこう。はい、次こっち。扇風機。これ夏使ってたやつね。あと、キャンドル。あ、作ったやつだよね。実家。ジージ、あ、そうだ。パパの実家に行った時、うん、パパの実家に行った時に、近くのなんだっけ、
竜宮城で。竜宮城で作ったんだ。そう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 。懐かしい。めっちゃ有名だよね、あそこ。うん、三日月。そう、三日月なんとか。うん、なんとか。はい、次。あとはけん玉でしょ。これじいじがくれた。もくろ。もくろ。あとこれは私の中からいただいたもの。あ、そう、これね。飾ってたんですけど、なんかそろそろ使いたいなと思って。うん、コード使おうからって。かわいいんだよね。そう、この前に、この前を撮って、本当はリミと一緒に二人で使いたかったの。そうそう、撮ってき屋でね、挑戦したんだけど、ダメだったんだよね。無理だったから、やっぱ塩一人で使うかみたいな。ね、使おうか。かわいいし、ね。かわいいし、使います。と、こちらがね、私が誕生日の時に。何これ。スカイツリー。懐かしい。これパパと撮ったやつ。パパと撮ったやつから。リミがね、いや怖くて無理って言って。ほら見てください。パパでかっ。なんかこのパパが中心じゃない？なんかしーちゃんちっちゃくてパパでかくない？なスカイツリーで写真撮って。そうだね。スカイツリーで写真撮ったね。めちゃくちゃ可愛く可愛い。可愛いのこれ。背景可愛いでしょ。背景は可愛いけど。可愛いでしょ。しょうちゃん可愛いけど。可愛いでしょ。パパ可愛くないでしょ。はい。思い出でした。思い出です。はい。写真で写真系は思い出ですね。あとここはね、ちょっと見せてもいいですかね。いきますよ。これも。あー。なるほどね。わかりました。はい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 。あの TikTok とかで使おうと思って買ったんですけ ど全く使えていないやつです。これ空になっちゃったんです。なにこれ。これね、これのちっちゃいバージョンでね、うん、この前ダイソーで買ったお花ね、うん、あ、この瓶のとこに、あー、ちっちゃいやつね。これちっちゃい方かわいいよね。かわいいよね。いいよ、出さなくて出さなくて、また入れるの大変だから。これが入ってたんですけど、ここに入れて使っちゃって。なるほど、空になった。空になりました。ここに入れてたんだね、この、うん、カービィに入れてました。カービィちゃんに。可愛くないですか、このカービィ。え、可愛い。なんだ、うん、可愛い可愛い。プププダイヤ魔王みたいな感じのやつとカービィ。なるほどね。じゃあまた何か入れたらいいかな。こちらがウームの扇子ですね。これ夏に活躍しましたね。はい。で、これがコンパス。パパからもらいました。あ、コンパスね。3年生から使うやつ。あと、これあれだ。猫の手。孫の手。そう。100均で買いました。背中描く時の。使ってません。あ、マイバチ。マイバチ。流行ったよね。一回も使ったことがありません。で、あとはここにね。あ、これ100均のケースに100均のやつにギョロメをつけて、ギョロメも100均、うん、で、100均で買った絆創膏を入れてます。これは友達からもらいました。はい、絆創膏。これカバンに入れないの。ハリネズミ。かわいい。カバンに入れないの。入れる。ほら、かわいくないですか。かわいい。5種類使えないね、もったいなくて。もったいなくて使えないよね。飾ってる。今度カバンに入れよ。そうだね。あとこれがプリクラ。プリクラね。私彫り身だけの見せようかな。あ、見てください。これ同じの2枚あるんです。あ、同じじゃないわ。こことここが違うけど、本当だ、ほぼ一緒なんです。懐かしい。でもかなり前だよね、これ。前だよね。あと友達だったり、うんうん、YouTuber 関係の人だったりの、ね、いっぱいあるよね。あとこれ最近、どれ最近これ。ああ、二人で勝利見で、うん、そうだね。これと一緒です。あ、前に動画でやったよね。これあのキーホルダー。なんかめっちゃ切るのあの下手になっちゃって今度もう一回取りに行って綺麗、うん、にちゃんと切り、はい、切りたいと思います。はい、あとで、ね、はい、下にあるのがギョロメです。ギョロメ相変わらずいっぱい持ってますね。そうなんです。使うの使います。使いますか。見て、このね、袋の中にさらに袋が入ってるの、うん、おー、すごい。これ接着用。うん、接着用。これ目玉って書いてあって、ね、シールとかいろんなの、うん、これも入れちゃう。そうだね。ゼロ目ってほんといろんな時に使うんです。まあ、しほちゃんの場合だけどね。ほら、見てください、これもついてるんです。引き出しがしてもゼロ目だもんね。
たこの前、うん、ダンボールフォトフレームの時にギョロメ持ってってつけたら、うん、でつけて、うん、隣の人と一緒にお揃いにしたの、うん、あ隣の人もギョロメにしたの。そう3人で3人ともお揃いにしたの。へーよかったね。よかったあげたの。あげたみんなにあげた、うん、以上です。はいじゃあ2段目しまいます。 あと友達の6年生はい最後3段目いきます。じゃじゃーんまあまあまあでしょう。まあまあまあでしょうね。まあまあでしょうね。まあこの辺は学校関係かな。テストとかテストとなんかプリントとかね。プリントとかお手紙とかね、うん、あまりこちら見せます見せます見せめます。見せれるのこれ。なにこれ。これなんか文房具系。はいはい。モールとかモール色鉛筆なんかここに袋が入ってて、うん、お手紙。あとカラーセロハン。はい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 。テープじゃない。カラーセロハン。なるほど。なんか作ったりするときにね。しほちゃんも結構なんかお手紙書くときとかこういう袋に入れて渡すのとか好きだからね。好きなんです。ね。便箋じゃなくてね。そう。袋に入れるの。はい、次こっちかな。他のあとこれはもうねセリアで買ったチェキ用のなんか写真ね。写真だったとあとこれ。ああ、じいじが。じいじが買ってくれて。幼稚園生のときだよね。じいじと二人で。葛西臨海公園だっけ水族館に行ったんです。行って連れてってもらったんだよね。でお土産ご飯食べた。美味しかったね。懐かしい。これ大事に取っといたんでね。取っといてます、はい、あの人手ってね志保の判定星なんで。うーんその時星だって言って欲しかった。あそれで買ったんだそれなんで人手なんだろうって人間に思ってたけどね志保の判定星だから多分。でここがまた文房具。うんうん、ボンドとこれ学校で使ったやつだね。そう学校で使ったやつ。ほらギョロベ。またギョロベいんの。ギョロベね多分ここにね、うん、8個ぐらい入ってたの、うん、だから友達にいっぱいあげた。あそうかこれなんか前使ったやつだよね。このなんかこれもリボン使ったんだよね。リボンも使いました。なんかフォトフレーム作ったんだよね学校でね。ギョロベいっぱい余分に持ってたそれが入ってる。あとここに、うん最近使ってた。ああ夏まで使ってた。夏まで使ってた。最近またモコモコになったんだよね。そうなんです。あやばいここにもこれとさお守り入ってるの。じゃあ後で写しとこうね。お守り危な、うん、でここはスマホケース使ってない。またギョロメがありましたそれ自分でギョロメにしたんだよね。そう貼ったやつとあとメガネ。メガネね。はい。こちらがラストです。3段7人シカルセット。ディズニーの時にこうやってつけれるから。なるほど。この花も光るんだよね。花も実は光るんですけど。本当だ。みんなこれ青なの。うーん青系なんだね。これも青だし、これはカラフル。うーん青緑とかいろんなのが、はいはいはい、青緑じゃんでしょ。そこがそうだからかな。多分そうですね。次にこちらカッパ。あカッパね。これよく使うんで何気にね。使うんです。はい、使います。でここにで、ね、クリスマスになんかもらったやつ。ああサンタさんから。これなんかめっちゃママの字って言われるんだけど。ママの字だからこれ完全に。ママの字ってすごいよ最近よく言われるんだよね。ママじゃないんだけど、ね、パパに言ったらね、うん、サンタさん新時代って、ね、今年プレゼントもらえないよって脅迫じゃんそれもうじゃありませんって脅迫。あこれことわざかるたは幼稚園の時に使って。これ名前書いてないかな。ことわざかるためっちゃやった。楽しかった、ね、でも楽しいよねことわざもね。あこれクレヨン。そう透明なんです皆さん。これででかわいい。字がコスモス書きました。これで書いたんだ。そうへえ、かわいいよねこのクレヨン。かわいいよね。だからこのままほら見て。あほら使いかけ、うん、本当だ。あるちゃんいい値段するけどね。いい値段するはい次何入ってたっけこれ。何ああ一瞬パターン。せーの、はい。あー懐かしい。わかったわかった、ね、一応取ってあるのね。そうまだいっぱいあるんだけど、うん本当やり込んだからね、うん、ほら見てみかんちゃんがいるの。うんいるかなまだこの頃のしほりみを見てくれてた人って。これプリちゃんのカードなのよ。プリちゃんになってからもうやらなくなっちゃったけど、プリパラ時代は本当にやってたね。ほら見てください。
これめちゃくちゃ好きでーす。視聴者さんがねくれたんだよね。レミもねあそこに飾ったの。あそうそうそう、アロマちゃんね、うん、超うまいよね。めちゃくちゃうまくてもうやばいね。懐かしい懐かしいね。以前はプリパラチャンネルみたいだったもんね。そうでこれ学校でもらったボードと学校の思い出。これ写真だよ。これやばいやつじゃない。やばいやつ。これ写せない。ちょっと待ってね、写せるものは写すから。三宝石で買ったやつ。最近磁石の調子が悪くてあんまうまくできない。動かなくなっちゃった。あ動くね。あそうそうそう、こうやってやるやつね。おお前ら動くなっちゃった。あはい、じゃあ次ちょっとこれなんか気になるこの斜めっちょが。ごめんねはい次。ほんと写真大好きね。写真はでも思い出に残るからいいよね。ほんと大好き。今の子はさ、みんなさスマホがあるからさ、みんなスマホにもう撮って保存。先生スマホで撮って印刷くれる。あーね、印刷するのもいいよね。でも見ててください。懐かしい。懐かしくない。懐かしい。コマさん好きだったね。昔超大好きで、ね、妖怪ウォッチ。なんか今違うんでしょ。そうなの全然知らないんだけど、これ何開けていいの。いいよ。あー妖怪コマさんセット一応取ってあるんだね。一応好きだったから。そうだね。これなんだっけ、妖怪ウォッチストアみたいなところで買ったの。どれ。メモ缶。へー可愛い。ほら可愛い。これは可愛い。でもコマさん可愛いよね、うん。あと、うん、なんとかウォッチにつけるなんとかウォッチメダルもうすでになんとかウォッチだっけ。妖怪ウォッチ違う。何腕につけてさ召喚するやつ。出てこいカマさん。じゃらーんって出てくるやつ。懐かしい。もう名前も覚えてないね。これなんだっけ。わかんない。何これ。ゲームなんかでもらったの。好きやって書いてある。あ、じゃあ好きやでもらったんだそれ好きやでもらったんだよ。好きやって書いてあるとか言われましたよ。あとこれあとおもちゃショーで最後の一つ見本だったやつをそうそうくださいって言ってもらったやつ、ね、めっちゃ可愛くないですか。ソフトクリーム食べてるんだけど。コマさんはソフトクリームずらーっつって無理やり売ってもらったんだよね。そうなんです。お願いして。でこれがコマさんのうんうんうん、なんかメダルね。コマさん愛は結構強かった。強かったよね。でもコマさん可愛いよね。可愛いからさ、うん、なんだっけ本当に。モンゲーって言うんだよね、うん、ズラって言うの。あらコマさんズラ、ヨロズラって言うの、うん、可愛かった。本当に可愛かったね、これも可愛くないですか。クッキーが入ってた。そう、ここ可愛すぎて買ったんだよね。買ったの。わざわざ6個焼き菓子分かったよ。その情報いらないけど別に。なんでこれミミのお友達のお母さんが作ってくれたの。シホって書いてあるの。かわいいよね。 SHIHO シホ、はい、でこれがさゆちゃんとお揃いの筆箱ね。コップ型の、はい、あとまたまたまだまだまだ筆箱めっちゃあります。そうね、2年生の時にビゴーで買ったやつと、うん、あとこれリミが100均で買ってきてくれたやつと、うん、なんだっけ、福袋に入ってたやつね。買ったというか福袋で当たったやつ、うん、めっちゃあるんですよ。これまた使おうかなって、いつか使おうかなって思ってるけど。でも蓋重いんだよね。そう、重すぎてこうやってるとね、バーンって落ちる、落ちんの。みんなよく落としてるってなんか前コメントかなんかで落ちてた、うん、落としてて本当にね、もうしょっちゅう落として授業中バンバンバンだったから。そうそうそう。でも可愛いからね、可愛いからね。なんか筆箱じゃないの入れてもいい。可愛いかもね。あ、確かに。また使いたいな。2年生の記憶が思い出す、戻ってくる、うん、よいしょ。あ、ごめんなさいこれしまう、はい。あとじゃあ最後ここのめちゃくちゃ来てます。ごめんなさい。この辺はなんか貯金箱系かな。お金、私の全財産、財産です。じゃあここはあんま見ないようにしましょう。お金なんで、ここが手紙、右手が来るか手紙。あ、お手紙が入ってるのね。そうなんです。これもちょっと白いですね。白いですね、うん、あとこれ賞状、名前が書くんだけど見てください。佳作。あ、絵でしょ。絵、うん、あといっぱいあるの。まだいっぱいあります。あとこれが、あ、やばい、名前がありました。
名前ありました。はい、いいですね。お名前シールとお小遣い帳と、うん、このちっちゃい封筒。ああ、お台場で買ったやつ。お台場で買ったやつ。ちっちゃい封筒、これ可愛いよね。先生にあげたら、うん、あ、可愛いねって。嘘言ってた？先生喜んでた？喜んでた。これ可愛いと思う。あのね、うん、小さなね、じゃあ羽募金が始まるの。これでね、200円ぐらい持っていこうかなって思う。200円も持っていくの？じゃあ20円。20円も20円だっけ？なんか決まってない。決まってないよ。決まってないのか？じゃあ200円だよ。まあ、しほちゃんのお小遣いで持ってくるのがいくらでもどうぞ。あー、300円あるな。うん。いけるわ、200円いけるわ。はい、OK、はい、でーす。終わり。はい。はい、終わりでーす。終わりでーす。終わりました。終わりました。どうでしたか？どうでしたか？随分なんか長くなった気がしますね。ね、なんか語ってた。じっくり話しましたね。はい。はい。じゃあこんな感じで今のしほちゃんの机の中の引き出し3段分でした。はい。それでは、バイバーイ。グミ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 ペア。